学の学食ってこんなにメニュー多くて美味しいんですね。ねえ、安いしこれなら毎日通いたくなっちゃうかも。高橋さん、口にカレーがついてますよ。ありがとうございます。なんなんだあの男、愛しの七瀬さんにあんなにくっつかれてる上に口まで拭いてもらえて。くそ、あの男、七瀬さんに二度と近づけないようにしてやる。女子力高めな高校生がオープンキャンパスに、サイコパス女性による大学案内で大ピンチ。七瀬さん、ずっと前から好きでした。僕と付き合ってください。なぜ？なぜって、その愛しているからです。可愛くて清楚でスタイル良くて、七瀬さんを一生幸せにしますから、お願いします。結構です。まずあなたは私を幸せにすることはできません。なんで？そんなの当たり前じゃないですか。私を幸せにできるのは高橋さんだけです。高橋さんという存在は全てを凌駕し、全てを超越しています。高橋さんに全てを取るあなたが私を幸せにできるはずありません。さあ、時間が無駄なのでさっさと帰ってください。あんまりだ。どうしたんですか？いえ、ただ私の人生において不必要な存在だったので排除しただけです。排除って？俺の名前は高橋、どこにでもいる普通のサラリーマンだ。そしてこの人は同居人の七瀬さん。マッチングアプリで出会った女性で、普通にしているとものすごい美人なのだけど、この通り七瀬さんの恋愛の仕方はちょっと異常だ。七瀬さん、高橋さん、お待たせしました。いえ、少ししか待っていませんので大丈夫ですよ。今日は大学の案内をしてもらえるなんて感激です。ありがとうございます。この前は俺の仕事の関係で高校にお邪魔することになったからね。お互い様だよ。実はお礼にと思ってクッキー焼いてきたんです。食べてください。ありがとうございます。後ほどいただきますね。この高校生は獅子原聡太くんと緑ゆりかさん。獅子原くんは女子力の高い男子高校生です。さあ、では早速大学を案内しますね。こちらへどうぞ。オープンキャンパス。ここが東棟で、主に講義を受けるところです。すごい、おしゃれ。やっぱり高校と違って教室も広いし、たくさんの生徒がいるんですね。見て、モニターもある。うちの学校もあれなら黒板見えやすいのに。ここは経済学科なので、経済学に関する授業が多くやられていますね。金融論や経済学、他にもマーケティングなんかも学びます。私もそうですが、在学中に会社を立ち上げる人も多いんですよ。かっこいいな。見て、部活もあるみたい。あれはサークルですね。大学生はサークルでいろんな活動をする人も多いですからね。やっぱり高校と大学じゃ随分違うんですね。高橋さんもこの大学だったんですよね。はい。いや、それにしてもあの頃と全然変わってないですね。高橋さんが卒業してそんなに経ってないじゃないですか。そうなんですけど、仕事をするとなんか感慨深くって、もう一度大学生に戻りたいななんて。高橋さんが望むなら入学手続きをどんな手を使ってでも行いますよ。まずは理事長に相談してみましょうか。七瀬さん、冗談ですから。あ、冗談ですか。なんだ、せっかく同じキャンパスに通って毎日一緒に顔を見られると思ったのに残念です。おいしい。大学の学食ってこんなにメニュー多くておいしいんですね。ねえ、安いしこれなら毎日通いたくなっちゃうかも。大学の学食は量も多いですしね。質問なんですけど、大学に行くまでに何かしておいた方がいいこととかありますか？私は特に変わったことはしてませんね。俺は高2くらいからですが、何度も参考書の問題を解いてましたね。やっぱり勉強しなきゃダメなんだ。ソータはどっちにしろもう少し勉強しないとでしょう。家庭科と体育だけならいいのに。高橋さん、口にカレーがついてますよ。ありがとうございます。なんなんだあの男、愛しの七瀬さんにあんなにくっつかれてる上に口まで拭いてもらえて、それに高校生まで連れ込んで、どういうつもりなんだ。くそ、あの男、七瀬さんに二度と近づけないようにしてやる。売られた腹いせ。美味しかった。大学ってこんなに楽しいんですね。高校よりもぐっと自由度も上がるしね。あ、そうだ、この前獅子原くんがくれたオムライスのレシピで作ってみたよ。七瀬さんも喜んでた。本当ですか？嬉しいです。え、よかったらまた何かレシピ教えてね。もちろんですよ。簡単なもので美味しいものたくさんありますから、今度レシピ渡しますね。おい、そこの二人、ちょっとこっち来てもらおうか。なんでですか？
それにしても高橋さんと獅子原くん遅いですね。確かに遅いですね。高橋さんもいるし迷うこともないと思うのに。では高橋さんには GPS がついているのでそれで確認しましょう。獅子原くんも多分そこにいるはずですから。おかしいですね。どうしてこんなところに。なんか用事でもあるんでしょうか。高橋さんには盗聴器もつけているので少し聞いてみますか。盗聴器ですか。すごいですね。好きな人にはこれくらいするのが当然だと思いますけど。大人の恋愛はそういうものなんですかね。高橋さん。ほら来いよ。獅子原くんだけでも逃げて。俺は大丈夫だから。情けねえな。水戸さん、申し訳ないですが、少し一人でお茶をしていてもらっていいですか？え？獅子原くんと高橋さんをすぐ連れてきますので。私も行きましょうか。いえ、ここにいてください。最強のモテヤンの実力。おいてめえ、七瀬さんとどういう関係だ？言ってみろ。どういう関係と言われましても、僕にもよく説明がついていなくて。じゃあどうやって仲良くなったんだ？それも僕だってわからないですよ。ただマッチングアプリで出会ったんです。ふざけるな。お前みたいな男が七瀬さんに気に入られて、俺たちのような男の中の男が気に入られないはずないんだ。ちょっと待ってくださいよ。それは関係ないじゃないですか。そもそも高橋さんに当たるのは違うんじゃないですか。うるせえ、チビは黙ってろ。あ、誰がチビだって。なんだこいつ、急に雰囲気が変わった。てめえ今なんつった。あ、チビにチビって言っただけだろうが。てめえやんのか。こっちはアメフト部だぞ。チビが喧嘩で勝てると思ってんのか。てめえも言ったな。おい、覚悟ができた上で言ってんだろうな。あ、高橋さん、大丈夫ですか？七瀬さん、どうしてここが。そんなことはどうでもいいんです。それよりも高橋さんに危害を加えようとしたのはこの男たちですか？あ、いえ、あ、いや、はい、そうです。七瀬さん、今まで高橋さんに実害がないため無視してきましたが、度が過ぎましたね。私を盗撮していたことも知っていますし、他の女数人にも目をつけてはストーカー行為や悪質な行いをしていたことは先ほどすべて SNS で暴露した上に警察にもお伝えしました。しっかり塀の中で反省してください。もし出てきて同じようなことがあったら分かってますね。すいませんでした。獅子原くん、高橋さんを守ってくれてありがとうございます。なんとお礼を言っていいのか。そんな、俺は少しだけやり返しただけですから。あれ、それよりもゆりかは。水戸さんは少し待っててもらっていますが。あ、そうだ、助けて。ぜひうちに助っ人で来てくれ。うちにも。いや、陸上部こそふさわしい。わ、何やってんのゆりか。暇だったからサークルにお試し参加したらこうなっちゃって。筋トレサークルに興味があっただけなのに。水戸さんは大学に入ればスリリングで楽しい毎日が送れそうですね。こうして女子力高い男子高校生獅子原聡太くんのオープンキャンパスは無事に終えました。あれ、もしかしてまだ見えてます？七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。